こんにちは、リードでーす。僕たちリードは今月の26日に新曲桜をリリースします。はい、今回の楽曲はこれからの季節にすごくぴったりな、前向きなメッセージの詰まった曲なんですけどね、まあ、新たな、環境にね、行く方がたくさんいると思うんですけど、まあ、こう、 うまくいかなかったり、前に進む勇気が持てなかったりするときに聴くとすごく前向きな気持ちになれます。はい、ぜひ聴いてください。で、今回ね、この、通常版と初回版、ABC と全部で4バージョンがあります。4バージョン、まあ、それぞれ中に収録されている楽曲が違ったり、DVD が入ってたり、ほんと盛りだくさんなので、そうなんですよね。コンプリートしていただけると嬉しいです。はい、うん、まあ、カップリングね、今回茜色染まる頃にとかはね、リードとしてはすごく久しぶりな、バラード曲なんですけどね、僕たち切なキュンバラードと呼んでるんですけどね、イベントでももう何度か歌わせてもらって、すごく本当に、ちょっと切ないですけどね、最終的にでも本当にあったかくなる気持ち、になった曲、ですね、あとは本当にダンスナンバーやら、はい、アゲアゲソングやらパーティーソングやら、爽やかソング、本当にもう本当バラエティに富んだ、1枚、4枚かな、4バージョンになったと思うんで、全部チェックしてください。はい、はい、そしてこの桜を引っ提げた、リリースイベントがね、2月の25日から、全国各地で回るんですけど、まあ、このイベントは、まあ、全部がフリースペースとなってますので、どなたでもご参加できるのでぜひ遊びに来てください。はい、お待ちしています。はい、ということで、以上リードでした。